小惑星地球衝突最終警報システムは地球近傍小天体を地球に衝突する数週間から数日前に検出するために最適化されたロボット装填観測及び早期警告システム。NASA の資金提供を受けハワイ大学天文学研究所が開発、運用しているこのシステムは現在の2台の0.5メートル望遠鏡を ハワイ諸島の 160km 離れた2つの観測所ハレアカラとマウナロアに設置している。アトラスは2015年に観測を開始し、2017年からは2つの望遠鏡を完全運用している。2つの望遠鏡はそれぞれ、晴天の夜に4回、観測可能な空全体の4分の1を観測するため、2回の晴れた夜ごとに全天を余いにカバーすることができる。 このプロジェクトは南半球に2つの望遠鏡を追加するための資金援助を NASA から得ている。この2つの望遠鏡の運用が開始されれば、アトラスの観測可能な空のカバー率は2回の晴天ごとに良いから毎晩予定へと改善され、はるか南天の資角も埋められることとなる。巨大な天体衝突は地球の歴史に大きな影響を与え、地球、月系の形成、 地球上の水の起源、生命の進化の歴史、いくつかの大量絶滅などに関与してきた。戦士時代の衝突は、白、秋、古代三期の絶滅現象の原因と考えられている6600万年前の、宿主ルーブ衝突などがある。また、3700万年前の小惑星衝突では、ミスタスティンクレーターが生成され、 地表で自然に発生した最高気温が2、摂氏370度を超えた。記録に残る歴史の中で、何百もの地球衝突が報告されてきたが、そのうちのごく一部は死亡、負傷、物的損害、または、その他の局所的な重大な影響を引き起こした。直径4メートルの石のような小惑星は、およそ年に1回地球の大気圏に突入する。 直径7メートルの小惑星は約5年ごとに大気圏に突入し、広島に投下された原子爆弾と同じくらいの運動エネルギーを持ち、その空中爆発は約3分の1の TNT5 キロトン分に相当する。これらの比較的小さい小惑星は通常高層大気で爆発し、個体のほとんどまたはすべてが蒸発する。直径20メートルの小惑星は 1> 約一世紀に二回地球に衝突する。歴史的に最もよく知られている衝突の一つに1908年にロシアのシベリアの非常に人口の少ない地域にあった数千平方キロメートルの森林を平らにした直径50メートルのツングースカ大爆発がある。より人口の多い地域でこのような衝突が起これば局所的に壊滅的な被害を引き起こしたはずである。 2013年のチェリャビンスク隕石は中国で1490年に多数の死傷者を出したとされるが記録が十分に残されていない清志洋事件を除き歴史上多数の負傷者を出した唯一の衝突である。約20メートルのチェリャビンスク隕石はツングースカ大爆発以来地球の大陸に衝突した記録上最大の天体である。将来の衝突は 地域的にダメージを与える小さな小惑星の方が世界的にダメージを与える大きな小惑星よりもはるかに高い確率で発生することとなる。物理学者スティーブン・ホーキングは2018年観光の最後の著書ブリーフ・アンサーズ・ t h ー・ザ・ i g ック・クエスチョンズの中で大型小惑星の衝突が地球にとって最大の脅威であるとの考えを示している。 2018年4月 B612 財団は我々が壊滅的な小惑星衝突に遭うのは100%確実だがそれがいつなのかは100%わからないと報告した2018年6月アメリカ国立科学技術評議会はアメリカは小惑星衝突への準備ができていないと警告しより良い準備をするためにナショナルニア アースオブジェクトプロペアドネスストラテジーアクションプランを作成し発表した。装典観測によって1995年以降に発見された地球近傍天体の年間発見数年間に発見される大型の地球近傍天体の個数より大きな小惑星は地球から遠く離れていても検出することができ、そのため 接近する何年も前に軌道を非常に正確に決定することができる。2005年に米国議会が NASA に命じて始められたスペースガードのカタログ作成により直径 1km を超える地球近傍天体約1000個のインベントリは2017年時点で97%の完成度を誇る。140m の天体の推定完成度は約3分の1で。 徐々に改善されている。これらの基地の小惑星のいずれかによるあらゆる衝突は数十年から数百年前に予測されており地球から遠ざけることを検討するのに十分な時間の余裕がある。少なくとも次の世紀まではこれらの小惑星のどれも地球に衝突することはない。したがって少なくとも中期的な将来においては地球規模で文明が滅びるようなキロメートル級の 天体衝突からはほぼ安全と言えるが、現時点では、地域的に壊滅的な影響を及ぼすキロメートル未満級の天体衝突の可能性は残されている。直径150メートル未満の小惑星が地球に衝突しても、地球規模の大きな被害は生じないものの、局所的には壊滅的な被害が生じる。この規模の小惑星はより一般的で、より大きなサイズの小惑星とは、 対照的に地球に非常に接近した時にのみ検出できる。ほとんどの場合は、これらが最終的に地球に接近した時にしか起こらない。したがって、これらの衝突は常に監視する必要があり、通常は数週間前までは発見することができず、迎撃するには手遅れである。2013年に米国議会で行われた専門家の証言によると、NASA は、 現在、小惑星を迎撃するミッションを開始するまでに、少なくとも5年の準備期間を要する。この時間は、打ち上げ準備の整ったミッションを事前に計画しておく、ことで大幅に短縮できるが、小惑星と遭遇し、迎撃後に、地球の直径以上の大きさで小惑星の軌道を変えるには、さらに短縮不可能な数年の期間が必要となる。システム名のラストアラートの部分は、 小さな小惑星に対して軌道を変えるにはアトラスによる発見が数年を遅すぎることを認めたものであるが対象となる地域で避難やその他の準備に必要な数日から数週間の警告を提供するであろうアトラスプロジェクトのリーダーであるジョン・タンディによると人がいる地域で避難させ建物やその他のインフラストラクチャを保護するための対策を講じ 海への衝突によって発生する津波の危険に注意を払うのに十分な時間であるという。17メートルのチェリャビンスク隕石の落下による10億ルーブル以上の被害及び1500名の負傷者のほとんどは衝撃波で割れた窓ガラスによるものである。数時間前に警告を受けていれば衝突前にすべての窓を開け窓に近づかないようにするだけで 被害や負傷者を大幅に減らすことができたであろう。アトラスプロジェクトは NASA から500万ドルの資金提供を受けてハワイ大学で開発され、2015年に最初の観測装置が配備された。この最初の望遠鏡は2015年末に完全に運用可能となり、2017年3月には2つ目の望遠鏡が運用可能となった。 2017年6月に当初要求水準を満たしていなかった両望遠鏡のシュミット補正版を交換したことで画質が交渉にピクセル幅に近づき結果的に感度が1等級向上した。2018年8月プロジェクトは南半球に2つ望遠鏡を設置するために NASA から追加資金380万ドルを獲得した。 望遠鏡のうち一つは南アフリカ天文台に置かれることとなり、もう一つは地理に設置される可能性が高い。アトラスはこの地理的拡大によって、天の南極に近い南天の領域をカバーできるほか、より連続したカバレッジ、悪天候への体制の向上、視者による小惑星軌道に関する追加情報の獲得などが見込まれる。アトラスのフルコンセプトでは、 全点を24時間カバーするために地球全体に8台の望遠鏡が配置される。地球に接近する天体の放射点が太陽に近すぎず、また現在のハーイをベースにしたシステムにおいては難点のより深い領域でない限り自動化されたシステムは直径45メートルの小天体であれば1週間、120メートルの小天体であれば3週間の警告を発している。 これと比較すると2013年2月のチェリアビンスク隕石衝突は直径17メートルと推定される天体によるものであった。この天体がたまたま太陽に近い方向から地球に接近したため地球上の可視光警報システムの視覚となっていた。暗い方向から到来するチェリアビンスク隕石同様の天体であれば数日前にアトラスで検出される。 その主な設計目標の副産物として、アトラスは夜空のほどほどの明るさの変動や移動する天体を識別することができる。そのため、変更星、超新星、衝突可能性のない小惑星、水星、純惑星も探索している。アトラスのフルコンセプトは直径50センチメートルの F2 ライトシュミット望遠鏡8台で構成されており、 全点を24時間カバーするために世界中に配置され、それぞれに110メガピクセル CCD や例カメラが搭載される。現在のシステムはハワイ諸島の160キロメートル離れたハレアカラとマウナラワで運用される2つの望遠鏡、アトラス1とアトラス2で構成されている。これらの望遠鏡の大きな特徴は7.4度の高視野と その中心の5.4度5.4度の領域を1500、1500ccd カメラが撮像することである。このシステムは約1000個の照準でハワイから見える夜空全体を撮影することができる。1回の撮影には30秒の露光に加えて読み出しと最小順合わせのための10秒が必要とされるためアトラスの核望遠鏡は一晩で 観測可能な空全体を見かけの等級で19等の天体までスキャンすることができる。望遠鏡のミッションは動きのある天体を識別することであるため必要に応じて小惑星の複数の観測を自動的に準備した軌道へリンクさせたりその後の夜のおおよその位置を予測したりするなどして各望遠鏡は一晩に空の4分の1の領域を 約15分間隔で4回観測する。見かけの等級で19等はほどほどの明るさで極端には暗くないとされており、これは非常に暗い夜空で肉眼で見ることができる限界より約10万倍くらい。これはサンフランシスコから見たニューヨークのマッチの炎の明るさに相当する。そのためアトラスはハワイ大学のパンスターズのようなより大型の 装填観測用望遠鏡アレイよりも、はるかに浅い深度で、しかしはるかに速い速度で、観測可能な空の領域をスキャンする。パンスターズは、約100倍暗い天体まで観測するが、全天を一度スキャンするには、半夜ではなく数週間かかる。このため、アトラスは、地球に非常に近いところを、たまたま通過するときに劇的に明るくなる。そのわずか数日間しか見ることができない極。 小さな小惑星を発見するのにより適している。NASA の地球近傍観測プログラムは当初500万ドルの助成金を提供しており、そのうち350万ドルは設計、建設、ソフトウェア開発の最初の3年間をカバーし、残額は2015年後半のフル運用開始後の2年間のシステム運用資金に充てられている。NASA の追加助成金は、 2021年までアトラスの継続運用と2つの難点の望遠鏡建設に当てられる。2020年に完成すれば新しいアトラスサイトは南半球のカバレッジが不足している現在の状態を改善させる。既存のサイトの東120度付近に設置されることが計画されているアトラス南アフリカ望遠鏡とネオスタル望遠鏡はハワイとカリフォルニアが 昼の時間帯にあっても警報を提供する。これは1日か2日前でないと検出できないような小さな小惑星の場合に重要な意味を持つ。ありがとうございます。